Izo, motto odore.耐え切ったぞ。この勝負俺の勝ちだ。なんだこの感じは。これがガイの最後の技だ。 あれは何だ。それによくよく見ると指紋を開いたにもかかわらず体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。これならまだ。本当ですか。リ君、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。 誰かがガイを助けた。一体誰が。この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も あれはナルト。あの男がいないな。消し済みとなって消え失せたか。激魔よ先生なら俺が助けた。助けた？どういうことだ。
自分でも不思議に思う。今なら全部を変えられそうだ。何かが起こったようだな。お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。俺は陸道のバーガ。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。ソスケ、お前も。何なのだ、こいつらは。なぜ突然ここまで。ここ、俺ってば、死んだのか？お前は死んだわけではない。ここはお前の精神世界。今は、うつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。じいちゃんってば、わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて忍衆の行く末を見届けてきた僧侶。名を大筒木羽衣。そして忍衆の開祖にして陸道仙人とも言う。最初に忍術を作ったあのさ、あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど。質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。それがアシュラの生まれ変わりであるお前の義務でもある。は？アシュラ？一体何のことだ？ともかく一から話す。わしの息子と母についてもな。わしの母である大筒木かぐやは遥か遠い場所からお前たちのこの地に来た。真珠の実を取りに来たのだ。お前たちもこの戦争で見たあの真珠、そのチャクラの実だ。かぐやはその身を喰らい力を得てこの地を治めた。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。ある時かぐやは二人の子を産んだ。そのうちの一人がこのわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため真珠の化身である十尾と戦った。身を取られた真珠はそれを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも辛くも勝利を手にし十尾を己に封印することができた。それからしばらく時が経ち、わしも二人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付け、忍衆を教えたのだ。二人ともわしの子ではあるが、そこには大きな差があった。わしの強いチャクラを持つ遺伝子とそうでもない遺伝子。兄インドラは本当の天才だった。何でも一人でやり抜くことができ、己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた。逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず、一人では何もできなかった。それゆえ
努力を惜しまず仲間に協力を仰いだ。周りも阿修羅に応え、そこに我が生まれた。わしは弟阿修羅の生き方に新たな可能性を垣間見た気がした。故にわしは決めたのだ。阿修羅を忍衆の後見人とすることを。だがインドラはそれを認めなかった。そしてこの時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく時を置いて転生した。幾度となくな。ナルトよ、先ほどわしはお前をアシュラの生まれ変わりだと言った。つまりはそういうことだ。そしてもう一人のインドラの転生者、それはサスケ。その通りだ。インドラのチャクラはサスケに宿っている。柱間たち前任者から息子のチャクラはお前たちへ。何十年何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていない。おじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだな。まあそうなるな。そっか。忍衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。だが母カグヤはチャクラを子一つのために持ち力によって世を束ねた。力による統治はただの暴走だ。故に母は恐怖の対象となった。その行いは今のマダラに通ずるものがある。このまま奴がさらなる力を手に入れればいずれわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている。境遇もその意志もこれまでの転生者に比べてお前からは特異なものを感じる。だからこそお前の可能性にかけてみたい。その賭けわしはすでに持ってるぜ。クラマ。俺もだ。ハッツァン、なんで俺の中にいんだ。オビトのやつがな、主角と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって忘れたのか。お前は以前主角と牛鬼以外のチャクラをもらい受けているはずだ。あ、あん時か。そういや前に美獣のみんなからチャクラを分けてもらったことがあった。いろいろあったが、これで全ての美獣が集まったわけだ。約束の時が来たってことだな。ナルト、お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだな。主客、またたび磯部、孫悟空、国王、蔡健、長明、牛鬼、クラマ、ナルトよ、お前は何がしたい。この戦いの果てに何を望む。アシュラの転生者だとかなんだとか、
これってば。バカだから。まだなんとなくしかその意味は分かってね。けど、仲間がどういうもんかは知ってんよ。俺はそれを守りて、それだけだ。それがお前の答えか。ああ、かつて弟アシュラに全てを託したがため、それが災いの起源となった。この度は兄インドラの転生者であるお前にもわしの力を託そう。これから先がどうなるか、それはナルトとサスケ、お前たち次第だ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思うんだ。俺たちかなりの友達だから。さあ、利き腕を出せ。この内葉マダラを蹴落すほどとはな。恐れを抱く小さき者よ。声が。我を取り込め。真珠を、十尾を、すべて取り込め。さすれば無限の力を。まさか真珠そのものが俺に力を与えるとはな。渦巻きナルト、内葉サスケ、俺はいわば完全なる不死、永久を手にした。貴様らがいかに力を得ようと俺には届かぬぞ。やってもねえのに勝手に結論付けんじゃねえよ。よかろう。ならばこれが最後の戦いだ。やはりか、マダラの周りにはもう一人のマダラがいる。なるほど。輪廻丸を手に入れただけのことはある。なるほど。帯がこいつにやられたのも納得できる。重い。ナルト、だけの攻撃に気を張っておけ。お前でも感知はできるはずだ。やりづらいけど文句言ってられねえな。やるぜ。もっと踊れ、砂利ども。さっきの怪術男より俺を楽しませろ。おっ、遅れない。こいつらどうやってこれほどの力を。貧乏天国。リンボ。
通せ。光栄に思え。これが忍界の全てを変える力だ。もう一人のマダラが邪魔だったわよ。熱くなりすぎるな。奴の思うツボだぞ。これでどうなるわよ。奴の隙を作った後は分かったんだ。さあ、封印術は任せとけ。こっちには美獣の力がある。視覚の力を借りれば、螺旋岩に封印術を混ぜることができっぜ。よし。さあ、俺を楽しませろ。お前たちの奮戦も、これで終わりだ。移動した。影を身代わりにしたのか。まずいってばよ。あっちにはカカシ先生がいる。うわあ、ようやくだ。本当にやっていいのね。はあ、早く俺の左目を。そうはさせんぞ。カムイ。さくらか。ここはカカシ先生。先生、左目。オビトはどうした？そっちにマダラも飛んだはずだが。うん、マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カカシ先生、その左目ちょっと見せてもらっていい？え？よし、カカシ先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども、この方法でガイモ。うん、話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。おお前たち、鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん、チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。人はもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらに輪廻眼が揃った今、俺は陸道も超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。
神の目から見れば、お前たちなどか細き脆弱な存在。起爆転生。気づいてんな。 あいつの影が4体に増えてる。芝生転生に影のすさの、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。まさか。認めてやろう。お前はうち入った。ここからが真の戦いだ。気をつけろ。嫌な予感がする。シノビ。サスケ、行けっぞ。ここで無様に果てるがいい。この力、やはりサスケは俺に近しいものを持っているようだ。おのれ、シノビ。
加減しつこいぞ。次で決めっぞサスケ。ああ目の前だ。師匠やナルト、忍びのみんなが望んだ平和が目の前にあるんだ。てめえを倒すまで倒れてたまっかよ。お前の言う平和は所詮かいそめのものに過ぎん。真なる平和は夢の中にこそある。夢こそ理想を叶える手段なのだ。夢夢うるせえよ。そんなに夢の中に生きてえならお前だけが生きやがれ。うわっ、やっせっ、こいつだって。なんなのだ貴様ら。なぜこれほどの力を。貴様の夢とやらはここで終わりだ。さっさと消えろ。あとはすぐに。この気なんと、うちが発作して、あとはお前たちだけだ。お前たちを始末さえすれば本当の夢を。だからさせねえって言ってんだろ。今いわしいシャリが俺の邪魔をするな。この俺がここまで。見事というしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。サスケ、ずっとこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。